ファイナルはもちろん優勝も狙ってますし、何をしなきゃいけないかっていうのを毎日意識を持ってやらなきゃいけないなっていうふうには思います。ファイナルに向けて気持ちはしっかりと作っていますし、そんなに時間がない中で自分のやるべきことっていうのをしっかりと意識しながら練習はできているのかなというふうに思います。ファイナルはもちろん優勝も狙ってますし、でもそれがゴールじゃなくて、やっぱりその後には全日本選手権だったりとか、それをミラノだったりとか、本当にレベルの高い戦いっていうのを目指しながらやってるので、本当に自分の何をしなきゃいけないかっていうのを毎日そういう意識を持ってやらなきゃいけないなっていうふうには思います。